今日東京や九州など1都11県で花粉シーズンに入りました。ウェザーニュースの花粉観測機ボールノボの花粉検出個数やユーザーの花粉症の症状報告でスギ花粉の飛散が開始したと考えられます。花粉シーズンの開始判断の目安は、花粉が飛びそうな日に各都道府県で3割以上のボールノボが2日以上10個上回る花粉を観測、またユーザーの花粉症の症状、周辺の研究機関や病院などのダーラム観測データ、これらをもとに総合的に判断しています。東京では花粉症の症状を感じ始めている方が17日木曜日は3割を超えています。過去1週間の症状データでも同様の状況が続いており、花粉を感じている方が増加しつつあります。ウェザーニュースの観測による昨年の東京の飛散開始は2月7日で、昨年より遅い開始となりました。関東や東海エリアでは3月下旬、九州や中国四国エリアでは3月中旬にかけてスギ花粉の飛散が続く予想です。スギ花粉がピークを超えた後はヒノキ花粉が飛びやすくなります。アプリウェザーニュースでは花粉に関する情報もご確認いただけます。ぜひご利用ください。